記録媒体の封印等第20条前条第1項前段の規定により記録をした記録媒体については傍受の実施を中断しまたは終了したときは速やかに立ち会い人にその封印を求めなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたとき、その他記録媒体に対する記録が終了したときも同様とする。第2項前項の記録媒体については前条第1項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き立ち会い人にその封印を求める前に第22条第2項の手続きのように供するための複製を作成することができる。第3項立ち会い人が封印をした記録媒体は遅滞なく傍受令状を発布した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。傍受の実施の状況を記載した書面の提出等第21条検察官または司法警察員は傍受の実施の終了後遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面を前条第3項に規定する裁判官に提出しなければならない。第7条の規定により傍受ができる期間の延長を請求するときも同様とする。 1. 傍受の実施の開始・中断及び終了の年月・日時 2. 立ち会い人の氏名及び職業 3. 第12条第2項の規定により立ち会い人が述べた意見 4. 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月・日時 5. 傍受をした通信については傍受の根拠となった条項その開始及び終了の年月・日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項 6. 第14条に規定する通信については当該通信にかかる犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由 7. 記録媒体の交換をした年月日時 8. 前条第1項の規定による封印の年月日時及び封印をした立ち会い人の氏名 9. その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項第2項前項に規定する書面の提出を受けた裁判官は同項第6号の通信についてはこれが第14条に規定する通信に該当するかどうかを審査しこれに該当しないと認めるときは当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。この場合においては第26条第3項第5項及び第6項の規定を順用する。傍受記録の作成第22条検察官または司法警察員は傍受の実施を中断しまたは終了したときはその都度速やかに傍受をした通信の内容を刑事手続きにおいて使用するための記録以下傍受記録という一通を作成しなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも同様とする。第2項傍受記録は第19条第1項後段の規定により記録をした記録媒体
または第20条第2項の規定により作成した複製から次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。1、傍受すべき通信に該当する通信。2、第13条第2項の規定により傍受をした通信であってなおその内容を復元するための措置を要するもの。3、第14条の規定により傍受をした通信および第13条第2項の規定により傍受をした通信であって第14条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの。4、全3号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信。第3項全項第2号に掲げる通信の記録については当該通信が傍受すべき通信および第14条に規定する通信に該当しないことが判明したときは傍受記録から当該通信の記録および当該通信にかかる同項第4号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。ただし当該通信と同一の通話の機会に行われた同項第1号から第3号までに掲げる通信があるときはこの限りでない。第4項検察官または司法警察員は傍受記録を作成した場合において他に第20条第3項の規定により裁判官に提出した記録媒体以下傍受の原記録という以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体またはその複製等複製その他記録の内容の全部または一部をそのまま記録したものおよび書面を言う以下同じがあるときはその記録の全部を消去しなければならない。前項の規定により傍受記録から記録を消去した場合において他に当該記録の複製等があるときも同様とする。第5項検察官または司法警察員は傍受をした通信であって傍受記録に記録されたもの以外のものについてはその内容を他人に知らせまたは使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。通信の当事者に対する通知第23条検察官または司法警察員は傍受記録に記録されている通信の当事者に対し傍受記録を作成した旨および次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。1、当該通信の開始および終了の年月日時並びに相手方の氏名判明している場合に限る2、傍受令状の発布の年月日。3、傍受の実施の開始および終了の年月日。4、傍受の実施の対象とした通信手段。5、傍受令状に記載された罪名および罰条。6、第14条に規定する通信についてはその旨並びに当該通信にかかる犯罪の罪名および罰条。第2項前項の通知は通信の当事者が特定できない場合またはその所在が明らかでない場合を除き傍受の実施が終了した後30日以内にこれを発しなければならない。ただし地方裁判所の裁判官は捜査が妨げられる恐れがあると認めるときは検察官または司法警察員の請求により
60日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。第3項、検察官または司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合、またはその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し速やかに第一項の通知を発しなければならない。この場合においては前項正し書きの規定を順用する。傍受記録の聴取及び閲覧等、第24条、前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信にかかる部分を聴取し、もしくは閲覧し、またはその複製を作成することができる。傍受の原記録の聴取及び閲覧等、第25条、傍受の原記録を保管する裁判官、括弧以下原記録保管裁判官という括弧閉じは、傍受記録に記録されている通信の当事者が、前条の規定により傍受記録のうち当該通信にかかる部分を聴取し、もしくは閲覧し、またはその複製を作成した場合において、傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、当該通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に相当する部分を聴取し、もしくは閲覧し、またはその複製を作成することを許可しなければならない。第2項、原記録保管裁判官が傍受をされた通信の内容の確認のために必要があると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外の通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信にかかる部分を聴取し、もしくは閲覧し、またはその複製を作成することを許可しなければならない。第3項、原記録保管裁判官は、傍受が行われた事件に関し犯罪事実の損否の証明、または傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、検察官または司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、もしくは閲覧し、またはその複製を作成することを許可することができる。ただし複製の作成については、次に掲げる通信括弧傍受記録に記録されているものを除く括弧閉じにかかる部分に限る。1、傍受すべき通信に該当する通信。2、犯罪事実の損否の証明に必要な証拠となる通信括弧前後に掲げる通信を除く括弧閉じ。3、前2号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信。第4項、次条第3項括弧第21条第2項において準用する場合を含む、以下この項において同じ括弧閉じの規定により、記録の消去を命じた裁判がある場合においては、前項の規定による複製を作成することの許可の請求は、同項の規定にかかわらず当該裁判により消去を命じられた記録にかかる通信が、新たに同項第1号または第2号に掲げる通信であって、他にこれに代わるべき
適当な証明方法がないものであることが判明するに至った場合に限り、傍受の現記録のうち当該通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信にかかる部分についてすることができる。ただし当該裁判が次条第3項第2号に該当するとして、これらの通信の記録の消去を命じたものであるときは、この請求をすることができない。第5項現記録保管裁判官は、検察官により傍受記録またはその複製等の取り調べの請求があった被告事件に関し、被告人の防御または傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、被告人またはその弁護人の請求により、傍受の現記録のうち必要と認める部分を聴取し、もしくは閲覧し、またはその複製を作成することを許可することができる。ただし被告人が当事者でない通信にかかる部分の複製の作成については、当該通信の当事者のいずれかの同意がある場合に限る。第6項検察官または司法警察員が第3項の規定により作成した複製は傍受記録とみなす。この場合において第23条の規定の適用については、同条第1項中次に掲げる事項とあるのは、次に掲げる事項並びに第25条第3項の複製を作成することの許可があった旨およびその年月日とし、同条第2項中傍受の実施が終了した後とあるのは、複製を作成した後とする。第7項傍受の現記録については、第1項から第5項までの規定による場合のほか、これを聴取させもしくは閲覧させまたはその複製を作成させてはならない。ただし裁判所または裁判官が刑事訴訟法の定めるところにより、検察官により傍受記録もしくはその複製等の取り調べの請求があった被告事件または傍受に関する刑事の事件の審理または裁判のために必要があると認めて、傍受の現記録のうち必要と認める部分を取り調べる場合においては、この限りでない。